のスペシャルは2つあります。まずは先日4月にファンミーティングが行われました、今めちゃめちゃ人気ありますよね、のみぬさんの登場でございます。今回初のファンミーティング、意外にも初だったんですけれどもね、東京国際フォーラムで行われましたこちらのファンミーティング、 MC 私フレアが務めましたが、今日はそのファンミの模様を中心にハンラブのカメラが追っかけております。早速ご覧ください、どうぞ。4月に東京国際フォーラムで行われた俳優のみぬ初のファンミーティング、オープニングを飾ったのはスクリーン内でギターを奏でるのみぬさんの映像。躍動感あふれる演奏に集まったファンのボルテージは一気に上昇します。そして印象的なピアノのフレーズが会場に響き渡り、いよいよのみぬさんがステージに姿を現します。あれ、声は聞こえるのにのみぬさんの姿がない。どこにいるのでしょうかと会場内を探していると、そこ、なんと客席の中から登場するという大胆演出。これにはファンも驚きと歓喜が入り乱れて、もう爆発寸前、ボルテージは最高潮に。ようやくステージに登壇すると、このあといつもののみぬ節が炸裂します。이런미친야와나요오하요즈마스테이크됐스테이크사마됐스そうで、イロンビッチ。白から赤へ衣装チェンジ。さらにその手にはサックスが。いろんな楽器の演奏をこなすのみぬさんが今度はピアノと共演です。いい演奏ですね。ちなみに息の合ったピアノを演奏しているのは、のみぬさんのことを誰よりも知り尽くしているある人物なんです。それは、はい、僕の弟ふんちゃんです。よーい、こんばんはみんな。俺の名前は2回。そうですね、今回イベントのスペシャルゲストは僕の弟ふんちゃんでした。なんとのみぬさんの8歳下の実の弟ふんさんがピアノを担当していたんです。まあもうすぐアメリカに行くんで、힘내れ。よしそうですよ、今回弟は日本に初めてだから、だから部分部分の簡単な単語でコミュニケーションする予定です。すいません、ざっこ焼きひとつください。はい、僕の弟です。
そして兄弟で小さい頃からよく一緒に歌っていたという日本の名曲を披露してくれました。好きだから素敵な夢憧れを そしてトークコーナーではなんと藤谷さんが患者さんの姿で登場しました。患者だ。あのこちらに来ると何でも治るって言われてきたもんですから。そうだね。あの私最近イベントに行くたびに藤谷さんが MC でうざいって言われるんですけども、あの心にぽっかり穴が開いてどうしていいのかわからなくて。へえ、そっか。最近バラエティ担当のような立ち位置が多い古谷さんとの爆笑トークの後は弾き語りでしっとりと歌い上げます。さらにライブ終盤でスペシャルゲストとしてなんと飲みぬさんのお母さんまで登場しちゃいました。今回のファンミーティングのタイトルはハートトゥーハート。このタイトルにはイベントを通して飲みぬさん自身が普段感じていることや大切にしているものを会場のファンの方にも感じてもらいたい、そんな願いが込められているそうです。では大切なものとは。それは家族、そして彼を愛するファン。飲みぬさんの大切な家族を大切なファンに紹介することで一つの大きな家族が誕生する。この日また一つ飲みぬさんにとって大切な宝物が増えたのです。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごいすごい、ありがとうございます。いいえ、お疲れ様でした。本当に今堀谷さんのおかげで雰囲気アップになったんです。でもファンの皆さんすごい喜んでたんじゃないですか。そうですかね。こんばんみぬです。のみぬです。どうです、あの今イベントがハート2ハートイベントが終わりました。拍手。たくさんのスタッフさんたちです。3人のですね、あの今日あのいろんなことをあの準備したんですよ。2ヶ月ぐらいなんかサスポンもそうだったし、時間がちょっとあの足りなくて、僕が自分でビデオとか作ったし、いろんなことをあの考えながら準備したから時間がちょっと足りなかった気分があって、それがなんかちょっとだけ悔しいですね。でも結局悔しいの意味は怒ってはないんです。そうですね、患者たち、あのファンクラブハスピタル、これからあのいろんなものしましょうね。愛してくれ、じゃあね、バイビー、ハンラー。